たまし、元気アップ体操の一部をご紹介します。自分の体調に合わせて行ってみましょう。まずは、肩回しの運動です。両手を肩に当てて、ゆっくりと大きく回していきます。これは、肩甲骨の周りをほぐす、肩こりにも効く運動です。反対回しも同様に行ってみましょう。次は、立ち上がりや階段の上り下りに大切な、 太もも全面の筋肉を鍛える運動です。伸ばしたところで、つま先を自分に向ける意識で立てましょう。ゆっくり行うことで効果が出ます。最後にストレッチの一つ。キャスター付きの椅子で行うと転びます。やめましょう。左斜めに向いて座り、右足を投げ出して、足の付け根を手で押さえながら、 背中を板のようにまっすぐ前に倒します。息を止めずに行います。反対側もやってみてください。足がとても軽くなります。これらの運動を含めた元気アップ体操を多摩市内の各地で行っています。足腰を鍛えて元気に長生き、ご興味のある方は ぜひお近くの会場までお越しください。